リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。イエイ！はい、本日はリントのお宝ということで、こちらご紹介していきます。コブラフルボトルとバットフルボトル、そしてトランスチームガンです。はい、こちらの方なんですけれども、仮面ライダービルドに出てきたブラッド・スターク、そしてナイトローグが変身に用いていた、用いていたもう漢字じゃないのにね、間違っちゃった、用いていた武器、そして変身アイテムです。はい、こちらね、かっこよくて買っちゃいました。はい、こちらの方をね、ちょっとご紹介していきましょう。で、ブラッド・スタークはこちらのコブラフルボトルで変身しています。そしてナイトローグはバットフルボトルで変身しています。で、使ってるのがね、一緒に出てきた、イスルギ総一、マスターですね、ビルドがいた、セントがいたね、キルセントのを面倒見ていたところのバーのマスターが、これを使って変身していて、あれは衝撃的でしたね。まあ、物語を見ていけば見ていくほど、ああ、もう、そうよね、敵よねっていうところも全然見えてたんですけども、いや、まさかあの人が変身するわけないでしょうって、思いながら見ておりました。そこがね、本当に衝撃的でしたね。まさかあの人が、なんて思いながら見てましたよ。はい。で、もう一個は、氷室玄徳がもともと使っていた、以前に紹介したね、コブラクラック、コブラじゃない、クロコダイルクラックフルボトルを使っていた、スクラッシュドライバーね、仮面ライダーローグに変身していた人が使ってたものになります。ナイトローグね。じゃあ、まずはナイトローグから変身していきましょう。トランスチームガン。こちらはね、音声は一種類のみ。打つ音だけが入ってます。あとは、中に一応認識ピンがあって、ここの認識ピンが押さると、ライフルモードって言って、ここにね、アタッチメントを2個つけることができるんです。それを使うと、こんな感じでライフルの音声が流れます。では、早速変身していきましょう。上決。はい、こんな感じですね。で、この後にこれ押しても、スチームブレイクという変身音が流れるだけです。はい。基本的にこれ入れて変身して遊ぶという形ですね。もう一回変身しましょう。じゃあ、そう、変身するときにね、軽く、こうやって振るんだよね。こう持って、こうだね。で、こっち側に、こう、反るように。で、入れる。で、上結の時もこう、ふってこう、なんかね、こっから霧が出るんだよね。それをこう、ふってやる感じね。はい、っていうところですね。で、スチームを出すからっていうのかな、この金属のこの造形がかっこいいよね。いいね。じゃあ次、コブラやっていきましょう。これはね、イスルギ総一が、ブラッド・スタークに変身するために使っていたコブラフルボトルです。まあね、ネタバレになるんでいろんなことには触れないでおきますけど、まさか変身するとは思ってなかったな。じゃあ変身。はい、こちらもね、変身した後に押すと、
という感じです。でこちらのボタンを押すと外れます。もう一回変身しましょう。よいしょ。上決はい、という形でブラッドスタークに変身できました。はい、この二つはね結構かっこよかったんだけど、二つ止まりなんだよね。いろいろできたらもっと面白かったおもちゃかなとは思っております。はい、ということで今回はトランスチームガンと、こちらコブラフルボトル、そしてバットフルボトルのご紹介でした。以上リントでした。バイバーイ、また違う動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。